今私はですね、グランドセントラルターミナルの、ホリデーフェアに来ております。私がね言うのもなんなんですが、とてもね、可愛い商品が揃っていて、かなりおすすめとなっております。このホリデーフェアはですね、グランドセントラルターミナルの中にあるわけですけども、このね、フェアの、向かい側にはですね、こんな感じで、カフェもね併設されておりますんで、利用しやすくていいですね。それではね、私は、コロンバースサークル、コロンブスサークルのホリデーマーケットに来ております。こちらも、セントラルパークのね、なんていうね、セントラルパークの、端っこなんですけども、こちらでもやっております。こちらもね、見ていきたいと思います。させていただきました。いやちょっといいなと思って衝動買いですね。
それでは私はですね、ユニオンスクエアパークに来ております。こちらもねホリデーマーケットが行われています。で今ちょっとね軽く一周してみたんですけども、今回ねまとめということで、全部のね、ホリデーマーケットをね、回れるだけ回ろうと思いまして、今グランドセントラル、コロンブスサークルで今こちらに来てるわけなんですけども、お店がほとんど一緒ですねいやもしかしたらそんなこともあるんじゃないのかなって思ってたんですけども、ほとんどって言ったらあれかもしれないですけども、まあまあ一緒ですねまあこればっかりはちょっと読めなかったんでしょうがないんですけども、あとねもう一つブライアントパークね、この後行こうかなと思ってるんですけども、もしかしたらですね、そちらも結構ね、同じっていう可能性もあるかもしれないですね。ひとまずね、中見ていきたいと思います。ちょっと軽く見ていきますね。こちらねインフォメーションセンターではこんな感じで、ホットチョコレートが、無料でもらうことができます。あとねバッグももらえたんですけども、ちょっとね一緒に見せらんないんでちょっと待ってくださいねこんな感じで、それではね、ブライアントパークの、ホリデーマーケット到着いたしました。こちらもね簡単に見ていきたいと思います。でここにはですねスケートリンクとかもあります。こちら入場は無料なんですけども、スケート靴のレンタル料はかかるっていう感じになってますね。
屋台みたいなのがありまして、そこでは無料でね配ってました。これは嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回はねニューヨークのホリデーマーケットを私の知ってる限り全て回ってみました。どこもね、お手洗い等々の設備が、まあ、近くに、まあ、その場になかっても、まあ、近くにあったりしますんで、これからね、ニューヨーク来られる方、12月のシーズン限定にはなってはしまうんですけども、ぜひねニューヨーク来られた方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。全ての場所でね、まあ、違うっていうわけではないので、まあ、どっかのスポットをね一つでもぜひ、見ていただけたらなと思います。まあ、個人的にはね、ここ今私はブライアントパークにいるんですけども、見た感じだとここが一番大きい感じがしますね。まあ、こちらブライアントパーク42丁目という位置もありますので、まあ、アクセスしやすいっていうこともあります。ですのでもしよかったらこちらブライアントパークが一番おすすめですかね。今回ね回らせていただいた中では、今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。